皆さんこんこ、えー、今回はですね、えー、取り上げるテーマが、えー、経営者自身の在り方ということでですね、えー、例によりまして、一チクラスダムの経営心得の36ページを持っておられる人がいらっしゃったら読んでいただきたいんですが、えー、ワンマン経営こそ本当であるって書いてあります。ワンマン経営こそ本当である。ワンマン経営っていうともう、 そうですね小悪の根源ぐらいの,あの扱われ方をしますんでもうボロボロに言われるんですけれど市倉先生はですね冗談じゃないって言ってもう経営の思いがけないコツという全集の第10巻のですね181ページからそのワンマン経営についてずっと実は書いてあってですねこれでもかっていうぐらいワンマン経営でなきゃいけないっていうふうに書いてあるんです。で実際にやってるとですねその通りだと思うんですけれどまあ 皆さんにですね、うん、佐伯さんっていう名前を言って分かる人は滅多にないと思うんですが、えー、近鉄グループのですねまあ総帥って言ったらいいんですか、えー、中高の祖って言ったらいいんですかもうなずいぶん前に亡くなられたんでほとんどの人は知らないと思うんですけど昔で言う野球ファンは分かると思うんですが近鉄バッファローズのオーナーですわ要するに近鉄の佐伯さんそれから、えー ゼネラル・モータースの再建を果たしたスローンというアメリカの経営者の例を引きながら市倉先生はその当時ですねいかにワンマンでなきゃいけないかということが書いてあるんですで一番有名な言葉はですね佐伯さんが多分おっしゃったんだと思うんですがえっとですね独裁はするが独断はしない独裁すれど 独断せずっていう言葉が実は本にありまして佐伯さんのことをですね書かれた本が古い古書では残ってると思いますので興味がある人は是非読んでいただきたいんですが「独裁」。 ややってやるっててるるいうのはあるんんだだけど独断はしないんだとそのためには人の意見は全部聞くんだってそんなおっかない人に意見言えた人がいたかどうか僕は知りませんけれどでも意見はみんなの意見それは偉いとか偉くないとか新入社員だとか女の子だとかお客様だとか一切関係なしに当時の,あの佐伯代表は人の意見は聞くんだと。 で一番有名な話は伊勢湾台風が来た時にですね何、えー、て言うんですか海岸線を走ってた、えー、近鉄の線が全部流れちゃって大変になった時に、えー、とあれ電車は何て言うんですかね、えー、軌道っていうんですかあの線路の幅ですわ。 直すんだったらこの台風を機に一気に全部広げろっていうふうにしてですね今と同じ軌道で電車を走らせることに成功されてですね一躍有名になったっていう一度は聞かれたことがあるかも分かりませんけれどそういう方なんですよ。で通常のですね平和な時代の時にはそんな人はあんまりいらないんだけれど。 伊勢湾台風が来たなんとか台風が来た今回のようにコロナで経済クラッシュが来たっていう時にエイヤでドンっていうふうにやろうと思っても準備がないとそんなのいいいきななり思いつかないんですよ。その時にみんなが絶対、えー、と役員会をやるといやいかがなものかとか何だとかって言って無難な方もしくは一番うまくないのがですね前の良かった状態に戻そうという勢力が必ず人間ですからあるんですよ。 イノベーションを起こそうっていうといいやっぱりリスクを伴いますから今一番危ない時にリスクを犯すより前の状態に戻す方が楽なんですよ精神的に。ということは役員会を開くと全員が全員できたら安全な方を選びたいってその時に社長がいろいろ意見を聞いてこれやるっていうふうに決めるって。なぜ 市倉先生はここで明快に責任を決断に対して責任を負うのは社長ただ一人だから本当に責任を負える人が最後に決めなさいと他の人たちは安全を見てるっていうふうになってくる皆さんこの話を聞かれたことがあるかもわかりませんけれどあんまり本に出てないんで言っていいのかどうかわかりませんけれど大変お世話になってるですねスターセミツさんっていう。 ところのの先代の社長会長会現在の社長会長にも私は大変お世話になっててですね亡くなられた佐藤誠一先生っていう方にも実は赤い自分に随分かわいがっていただきましたスターさんが確か大連の工場を最初に建てる時にこれはもう現会長がよくお話しされるんでもう聞いたこともあるかもわかりませんがその時にちょうど中国は天安門事件の真っ最中その時に 役員会が当然開かれて今出るのはいかがなものかって役員は全員反対そりゃそうですよね提案もやってて人権がどうのこうのって言って戦車があの国の中で大暴れしてる時に工場作りに行く人いないなすよそれでもずっと当時の政治先生が聞いておられて最後にやるって <laughs> 全員が反対の中でやる。 これがやっぱり名経営者の名経営者だったらゆえんだと思います。もちろん、その時に万が一失敗するかもわかりません。その時はでも、オーナーとして腹くくるわけですから。同じようにですね、今回の危機にあっても、いろんな方々がいろんな決断をされたと思うんですが。ある会社、お店を、そうですね。六十店舗ぐらい持っておられるかな。いろんな、あのビルの中に入っておられるんで、クローズしているところもあるんですけれど。 社長の腹は決まるわけで、仕入れストップ、家賃交渉、店舗開発よろしく、当然やりますよね。そのときにですよ、やる前から、いや、そうは言ってもって、そうすると、強い社長は、うるさくないやろ、やれっつっやれって言って、どんとやる、もしくは俺がやるっていうか、どっちかですよ。 ところが、日頃、そういういい意味のワンマンでない場合はですね、残念なことに、結果的に家賃交渉をしてない。もちろん、結果として家賃が減免されなかったかもしれないし、満額取られるかもわかんないけど、そんなのは全てやってから言えよって話じゃないですか。会社の乗るかソるかのピンチの時に、相手のことを忖度してる暇なんかないですよね、申し訳ないけれど。 同じ結果かもしれないし違う結果になるかもわからないけれど危機の時になったらみんなが一致団結してやるかってやらないですよやれないですよ日頃やってないと。だからワンマンというのは決して人の意見を聞かない傍若無人にやるとかっていうんじゃなしに前々回かなんかでお話をしたかもわかりませんけれど決めることとやること任せる任せないの,あのお話をちょっとさせていただきましたけれど。 ややるるっって言ったらやる日頃からやるって言ったことを絶対にやらせとかないといざピンチの時になったらみんなビビってるんですから幹部といえども動かないですよみんな気の強い幹部ばっかりじゃないですから平和な時の幹部と危機に強い幹部ってもちろん違うってうのはもう百も承知だと思うけれどなぜそこまで言うか。 銀行が社長の姿勢を見てるから言うんです何十店舗あるかのうちの5店舗だけしかできなかったとしたら金額的にはわずかの話ですでもリスクマネーを出してくれてる銀行からすると社長約束したよねやるって言ったよねっていうものに対して銀行は本当にやったかどうかそこを見てるわけですからああの社長は口では言うけどやらねっていうふうになっちゃうと次の資金交渉の時に最初負けから入るわけですから。 去年,去年の春ですねその方はですね、まあ、ずっと勉強してる間にですね「とどのつまり手形を受け取り手形を受けてるから万が一焦げ付いた時に大きな、えー、マイナスになるっていうことで2年半かけてですねこれは市倉先生の考え方をよく勉強しておられる方でもあったんで、えー、手形がやっぱり一番厳しいんだよなともちろん 金繰りはもちろん心配だけどやっぱり3ヶ月分4ヶ月分が入ってこなくなったら売り上げがどんなに伸びても手堅い一本あの不当たりになっちゃってこっちがそのマイナスを食うとものすごい打撃になるんでっていうんでで営業部長に言いましたそうするともう皆さんお分かりの通り営業部長の反応は一緒ですよ社長バカ言わないでごって。 今手形でうんぬんかんぬんの,あの締め日の翌月現金って言ったら誰も買ってくれませんよって僕でも言いますよやる前から言うんですからそうするとそこの社長はですね実はものすごい気の強い人なんですけれどすっごいあの当たり柔らかい人であれみんな勘違いするんですけど僕は長年の付き合いだからあの会長がものすごい気が短いのをよく知ってたんですけどそうかってそうすると「分かった」って。 ただちょっっっと俺にせてて言って自分が行くトークを何通りも用意してやる1週間経ったけど結果が出ない2週間経ったけど結果が出ない3週間トークを変えて方法を変えてやってみたらうまくいく翌週の営業会議で「できたよ」って「こうこうこうやったらできたよ」って「お前たちもこのトークでやってみ」って「でダメだったらまた相談に来い」っていうのをずっと とやって結果的に僕がお話を聞いた時に商いは大きいんですよ、えっと、あの当時でもう100を超えてましたからそれでも、えっと、85%ぐらいは手形受け手がもうなくなってあと2社残ってるだけなんだよなっていうふうにおっしゃっておられてでそこまで我慢してやるだって社長として決めてやるって言った以上やれって言って向こうが尻込みしたら俺がやるしかねえじゃんって。 そこでダメだったらああは悪いなっていうふうには言うけれどやってやれないことはないからどんなことをしてでもやるんだそれやられたら営業部長以下やらざるを得ないですよ怒鳴られるのは別にあのみんな慣れてるからどうってことはないんですけど社長が真摯にやってくれてほらできたぜって言われるとやべえなって。っていうことはワンマンっていうのはですねなんだかんだ言って自らが。 リスクを犯して決定すること自分が率先垂範してやることでなおかつ背中で教えて手取り足取り教えてどなったって人は動かないんですからそうやって日頃からやっといたから今回のようないざっていう時に「やれ」って言った時にみんなが「イエスサでいくわけですからワンマンだから会社が動くわけではありません。 日頃の姿勢がワンマンを作って絶対の信頼性カリスマ性というのが必要だなというふうに思っております。ただしここで一点だけ忠告があります。たまたまこのテーマを考えてたときにですね中のいい社長から電話がかかってきましてですねそこは今その方が。 グループ本体の社長をやっておられてご子息さんが会社に戻ってきて今グループ会社の一社を社長としてやってます成績いいんですよ頑張るから業績伸びてるんですよところが勘違いしているご子息さんまあ本体の役員でグループ会社関連会社の社長さんという立ち位置なんですけれど 成績がいいからって言って勝手にやっちゃうんですよ。で、なんか問うと、事後報告で、いや、この前言ったじゃないですかっていう、もう、えっ、ー、と、立ち話、車の中の話をですね、報告だと勘違いしてる坊主がいましてですね、それで、社長が出かけて、おい、どうすりゃいいんだよっていうから、ところで、報告の日にち決まってるって。なんだそれって言うから、社長のスケジュールとご子息さんのスケジュールを当然、2人とも忙しいんだから、 月に1回もしくは月に一回定期報告会っていうのをもう仕事としてやらないと。で息子さんたちっていうのは親父より俺の方が商売うまいやってみんな思ってるんでスコアさえよければいいだろう成績が上がってりゃいいだろうっていうふうに思ってるんでそれは違うよっていうのを教えるためには一時毎月の定時報告を2人だけでやってくれと。で会社でやると周りが見てる。だったら 近隣の誰も来ないところのホテルでコーヒー飲みながらでいいんだからで飯食って帰りゃいいんだから忙しいったってそれぐらいの時間あるしょっつったらそうかやっぱそうしないとダメかって会社に戻ってきた時についでにやってたんだけどだったらついでにやるからちょっとコロナで帰れねえとか忙しいとかって言った時に狙いが処理されて成績さがあってりゃいいだろうってうワンマンというのは責任が伴います。 じゃあ今の責任は誰が持ってるかもちろん子会社の社長である息子さんは責任を持ってるかもしれないけれどなんだかんだ言ってグループ本体の社長が全責任を負ってるわけですから責任者に報告がないのは話にならないって言ってご子息さんたちが聞いておられたら絶対にお願いをしたいことは特に重要案件に関してはですねそれは会社によって100万円を超えるもの1000万円を超えるもの人事に関わるものいろんな案件の 物差しがあると思いますけれどそれ以上はどんなことがあってもボス要するに自分のところの親父社長ですわね会長ですわねその人のきちっと了解を正式に依頼していただいてからじゃないと動いてはいけないっていうことを踏まえてワンマンでやるのはいいただし子会社の社員のみんなの手前全部本体の社長に相談してるって言っていう。 そうふに見らられれるととも困りごとですから人前で相談する必要はないわけであって2人だけけの間でででやっていってていいい現場に帰ればワンマンマいいわけですよそういうふうにですね少し気を使っていただきたいところはあるけれど正しいワンマンっていうのは日頃の積み重ねで出来上がるものだっていうことをどうかどうかですね経営者っていうのは最後の一人ラストマンと言われる立場ですからワンマンでなければ会社はコントロールできないんだ。 市倉先生が嫌われる民主経営っていうのが一番リスクを取らない経営でリスクのないところっていうのは安全なようで一番リスクが高いっていうのが市倉先生の教えでございますんでどうかどうかそこをです、ね、日頃の積み重ねだっていうことを忘れないように日々の社長業頑張っていただきたいなというふうに思っております。 例によりましてですね、あのおかげさまでずいぶん、えー、登録件数が増えて、とっても喜んでおります。今回もですね、えー、ここにあたりに出るんですか、あの合理化協会の JM マークみたいなところをポチッと押すとです、ね、登録ができるようになっておりますので、えー、皆さんの登録、それと同時にですね、えー、お仲間の経営者がいらっしゃったら、えー、ここ、なかなか面白いこと、いろんな人たちがいろんなことをしゃべってるよっていうふうにして、えー、こういう時期にこそ、えー、YouTube 等々で勉強していただければ。 とっても嬉しく思っております皆さん頑張ってください